こんにちは、アングロです。今回の話題はこれです。ドーン。最近ビットコインだけ上昇している理由は何か。今後の値動きの注意点は。に感謝です。チャートドーン。これはビットコインの冷やしチャートです。最高値は今年2021年4月14日につけた64,854ドル。5月に暴落して3万ドルを割りました。7月のオリンピックの試合開始とともに上昇基調に変わり、8月末に5万ドルを突破。9月7日のエルサルバドルのビットコイン法定通貨の買い渋りに急落し、9月20日の中国恒大ショックで4万ドルを割りました。そして10月に入ると流れが一変し、大きく上昇しました。10月1日の始めは43,820ドル。10月5日に5万ドルを突破し、11日に高値57,839ドルまでありました。10月だけで 32% アップ。9月の安値から 46% アップ。次だ。これは10月1日から10月12日までの価格の変化です。時価総額上位20位以内のコインを表示しています。柴犬は値動きが大きくて見にくくなるので表示していません。1位は柴犬でプラス 340%、2位はビットコインでプラス 32.8%。 柴犬よりもだいぶ低いですが、他のアルトコインとは大きな差があります。16個中15個がプラス。次っと。これは10月10日からの変化率です。1位は柴犬でプラス 19.7%、 2位はビットコインでプラス 4.3%、 他はすべてマイナスです。このように、ここ数日下落しているアルトコインが多い中、ビットコインは上昇しました。ビットコインが強い理由の一つはこれです。ドーン。今度こそ、米でビットコイン ETF が承認される?アメリカではビットコイン ETF が複数開発されて SEC に申請されてきた。だがそれらは全て却下。だが、10月上旬になり、SEC が仮想通貨関連企業の株価に連動する ETF を承認した。SEC も仮想通貨を認めているということだ。 ETF とはですね、上場投資信託のことです。言い換えると証券取引所に上場した投資信託。投資信託は投資家から集めたお金を運用する金融商品です。つまりビットコイン ETF が承認されると、株などの取引ができる証券取引所でビットコインを取引できるようになります。ビットコイン ETF を買っても決済や送金には使えませんが、今まで暗号資産に投資しなかった証券トレーダーもビットコインに投資できるようなので、承認されると価格に大きなプラスになることは間違いありません。アメリカではビットコイン ETF がことごとく却下されてきましたが、最近暗号資産の関連企業に投資する ETF が承認されたのと、ブルームバーグのアナリストが10月中にビットコイン ETF が承認される可能性が 75% だと発言したことで期待が高まり、それがビットコインを強気にしている一つの要因と考えられています。ずっと。これはビットコイン ETF の可否判断の日程です。一番近いのは10月18日で、ビットコイン先物の ETF です。5日後、楽しみだね。ビットコインの値動きが全体と異なる動きをした時に注目されるのがドミナンスの変化です。ドミナンスはコインの時価総額が市場全体に占める割合のことです。市場占有率とも言われます。今ではドミナンスが大きく変化した後に価格が大きく動いたことがあったので、今回はビットコイン ETF の期待後の値動きの注意点をドミナンスの観点から予想します。ずっと。これは2014年から現在までのビットコインのドミナンスの推移です。青色の線がビットコインのドミナンス。紫色の水平線はドミナンスが 50% のラインです。オレンジ色は価格です。左側を見て、2014年4月のドミナンスは 99.3%。全体の時価総額のほとんどをビットコインが占めていました。その後3年間 90% 以上が続き、2017年3月は 95.5%。 そこから仮想通貨バブルによって多くのコインが爆上げしたことでビットコインのドミナンスは急激に下がっていき、2017年7月に 50.2% まで下がりました。ギリギリセーフ。注目はドミナンスの急減中も価格が上昇し続けていることです。ビットコインは暗号資産の基軸通貨なので、ビットコインをアルトコインに変える流れが強まるとビットコインの価格が下がっても良さそうですが、下がるどころか爆上げしています。これがなぜ起きるかというと、ビ
ビットコインをアルトコインに変える流れが強まったとしても、ビットコインを法定通貨やステーブルコインに変える流れが強まらないと下落しにくいからです。例えば、極端な例で、市場に3人だけいて、ビットコインとビットコインキャッシュの現在価格は1万円で同じだったとします。他のコインは存在しません。ビットコインのドミナンスは 50%。A さんが B さんからビットコインを1枚100万円で買ったら、ビットコインの現在価格は100万円になります。この時点でビットコインのドミナンスは 99% に上がります。次に A さんがビットコイン1枚を C さんのビットコインキャッシュ1枚と交換したら、ビットコインキャッシュの現在価格も100万円になります。この時点で C さんはビットコインを1枚持っていますが、誰にも売らなければ、ビットコインの現在価格は100万円、ビットコインキャッシュも100万円なので、ビットコインの価格はそのままでドミナンスは 50% に低下しました。これがビットコインをアルトコインに変える流れが強まっても価格は下がらない極端な例です。チャートに戻って、50.2% で反発して価格は年末に向かって爆上げし、ドミナンスは2017年12月に 70.8% まで上昇しました。そして注目はここです。追求。薄い緑色の部分を見てください。12月7日からドミナンスが急低下し始めましたが、価格は上昇が続き、12月16日に最高値をつけました。ドミナンスの低下は止まらず、12月20日に 50% 割り、1月4日に 40% 割りました。すると、価格は1月7日から暴落し始め、わずか1ヶ月で最高値から約 70% 台まで下がりました。この 50% 割った後に価格が暴落したのがポイントです。追求。半年後の2018年7月に 50% 以上に復活。2019年9月に 72.7%、2021年1月に 72.5% をつけました。そして注目はここです。追求。右側の緑色の箇所を見てください。3月31日のドミナンスは 60.1%。そこからドミナンスは急低下し始めましたが、価格は上昇を続けて4月13日に最高値をつけました。ドミナンスの低下は止まらず、5月1日に 50% 割り、5月18日の 40% まで急激に下げていきました。すると、5月12日に価格が急落し始め、最高値から半分以下まで暴落しました。その後、ドミナンスは 50% をまだ超えておらず、現在は 45.8% です。以上のように、過去の値動きではドミナンスが 50% 割った後に必ず暴落が発生しています。流れは、ビットコインが爆上げした後、後追いでアルトコインが爆上げすることでドミナンスが急低下して、50% 割った後にビットコインが暴落です。以上をもとにビットコイン ETF の期待上げの後の値動きについてをドミナンスの観点から予想すると、仮にこのままビットコインの期待上げがついて最高値を更新し、アルトコインが後追いで爆上げしたら、ドミナンスの下げっぷりを確認し、50% を上から下に勢いを配っていたら、価格は最高値付近だとしても ETF 否認などのネガティブニュースが出ると急落し始める可能性がある。ただし、ドミナンスが何パーセントでも承認されたら爆上げるのは間違いなので、10月中旬の ETF のニュースは要チェックします。以上、最近ビットコインだけ上昇している理由は何か、今後の値動きの注意点は、の回答でした。この動画面白かったらグッドボタンお願いします。富山太郎さんご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。